で、シナケンのメンバーの真似一緒これはうるさくなるぞ、わかるねーじゃあ次誰にねあ、バカにしてんだろパパ、次にパパようやくのんちゃん次のさーしてるねうるせーこれじゃあ、ポンポンにあのぶっちゃけどう思ってるか言うですねパパのこと、どう思ってるそんなうざくないだろ本人には言えないけど、みこちだけに言うねそんなかねもエリートでからねえでも誕生日この方とねすごいね面白くてさ初めて会った時に感動したのそうなんだいやこんなに面白いこと言える子がいるんだと思ってでもね分かった体調には気をつけてほしいな分かった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 分やばれやばれ猫ちゃんこんなに痛いんだに反省しようマジで改めるわちょっと自分のことはそこに行くか後ろのマスの人と次のターンまで喧嘩するみこちとブレアと邪魔やお前邪魔や邪魔や邪魔やこの野郎マジでさ負けよたこ焼きたこさん呼ばれてる言ったけどなお前これ足りてねえんだよもうそんなんさえこれ足りないの足りねえよもうたこ1個しか入れないからこんな細かく切ったのにめっちゃたこ死ぬほど残ってねえよやばこれ卵は卵もいるえ持ってきたよじゃん持ってきたよ自分で持ってくる持ってくる卵いるの私のスイちゃんは最後の方だからみこずっと返し付きに卵入れてたもうお前終わってるねこのまねは1,2 あ、1ターン目までブリッコするけどブリッコだねブリッコ得意そう何の話ですかあ、ちゃんとしたブリッコだ誰か謎だこれキュルンとかじゃなくてそう、ガチ持ってるなミコさんの頭をこれでわーってしたのそしたらミコさんがキャーって言ってすごく可愛かったんですよそしてモイさんのやつがバレないバキ見てるみたいでしょ見えないんだけどビビってるやつすごいブリッコなのよあのえやります持ち方が社長もやりましょう大丈夫ですじゃあミコ後ろの人だからどんどん契約になるやんノエルみこちゃんがなんでそんなおっぱいでけんのなんで今日の格好ちょっといやいやいやなんだてめえなんでそのなんかちょっとなんどういう構造やその学生服がそんなことダメでしょこんなとこでお酒みたいなのねもうみんなが好きそうなやつ着てるいやみこちもでけえじゃんそんなことないさなんでこんな遠慮したむったに言われないからさあそうか自分より前の人に言われるいけぷるかやれいけぷるか揉めよおっぱいをおっぱいを支えてるおっぱい飲んだ飲んだというよりは下乳を触ったやつおっぱいの下乳触った持ち上げてたんだよ今あのねすごい柔らかかったいいなぁみごもダメでーマスミとあのフレアが今こすりさあった今フレアがこすりさありましたみこさんぎっしり詰まってるみこちゃん席が遠いからダメでーダメだ一番 OBS 若い不利だよじゃあはいどうぞはい、最初にいきまーす2おあれ5、1、ない後ろの人ぶちあみこのことのぶっちゃけどう思ってますかってはいはい、じゃあここでエモい曲、エモい曲頑張ってる頑張ってエモい曲うん頑張って、ホギチ出してたなって思ううわぁもっと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 それ以外のやっぱりいつものやつをもっといつもいつもの行動行動いつもポンコツだけど努力家だなって思うどういうところがありがとうどういうところが見えないところだけど すごいって感じじゃんなんかサムネとかもさ今日のサムネ見ててもすごい分かるんだけどなんか全員ちゃんと見えるようにピックアップしてくれてたりとかねちゃんとね、リクエストに答えてくれたしてくれるんだよ私も今日第2話のサムネいきなりやばいやばいってなった時にみこちが作るよ
って言ってくれてね。すごいね。優しいなって思ったんだ。じゃあ次、あー見えてるー。なんだろうね。みんなの顔見えないや。見えてる。涙で見えねえや。涙で見えないや。ニコチあっての白犬よ、ね、あと5分、2分、甘いだ。知ってる、ね、知ってる、知らない知らない、アイドルな、アイドル